ヤブソテツは、シダ植物門、オシダカヤブソテツ属に属する植物の総称であり、多くの種がある。また、標準和名を、ヤブソテツという種もある。種類が多いが、特に、オニヤブソテツが身近で、観葉植物としても親しまれている。大きなコバを持つ、シダ植物の一つである。一般に一回以上服用のコバが、大きく、ほぼ同じ大きさのものが並び、 先端のコバが大きいのが特徴である。茎は太くて短くわずかに立ち上がり、多数の葉をロゼット状に生じる。葉の軸には多数の褐色の輪辺があり、特に葉の付け根付近は毛深いものが多い。葉は長さが5 0トルほど、一回右上複用で、葉全体は長大円形である。左右に並ぶコバはほぼ先の尖った三角形で、 葉の先端方向へとその先がやや曲がった形になっている。また、多くのシダ類では先端に向かって、次第にコバが小さくなり、先端は細かく分かれた姿であるが、ヤブソ鉄類の場合、先端近くまでコバがほぼ同じ大きさで、先端のコバは大きいものがつく。胞子のう群は葉の裏につく。胞子のう群はほぼ円形で、すべてのコバの裏面にまばらにつける。 包み幕は円形で縦状。日本では身近なシダ類の一つであり、特にオニヤブソテツは道端や畑などの石垣等にも出現する普通種である。時に庭園などでも利用されることもある。しかし欧米ではヤブソテツとオニヤブソテツ、特に後者は観葉植物としてシダ類ではポピュラーなものである。大柄で緑が濃くて常緑のシダは 感傷的に評価が高い。英名はホーリーフェルンである。この属には日本からヒマラヤにかけての地域を中心に十数種が記録される。変異も多く、種の範囲を定めるのが難しい面もある。また、多くのものが単ため生殖を行っていることが知られており、その方面からも研究が進められている。オニヤブソテツ、ありがとうございます。